大島里記は日本の歌手。本名は大久保里記。大島里記は東京都、伊豆大島、大島町の民謡、大島説やあんこ節の歌い手、第一人者で大島節を日本全国に広げ、伊豆大島の観光資源化に寄業貢献した。また、大島民謡という郷土芸能、郷土文化を後世に交渉、伝承する役目を担った。 大島五人化大鼓を創始したのも大島座トである。1909年11月15日、大島座トは東京都伊豆大島元村に生まれる。父、大久保虎吉、母、柳瀬主家。1925年、歌の神様と言われた柳瀬静に歌を勧められ、大島民謡を本格的に習い始める。このお静さんが佐渡によれば、本当の 正式な大島武士を始めた人である。1937年、大島ブームに乗って、大島説、及び、あんこ節を NHK で放送し、それ以来、大島座とは、大島民謡の第一人者となる。その後半な活動は、昭和47年9月刊行の、日本民謡辞典にその名を止めるに至った。踊りの師匠である日本橋の藤間巻の紹介で、 歌舞伎役者八代目、松本幸四郎に出会ったのもこの頃で、この後、大島小太の振り付けをしてもらった。1939年、父親の仕事の代理として、東京の茅場町へ椿油を届けた際、両邸その角の人たちが、あんこ姿の里木を見て、興味を持った。その人たちが、里木を東京に招くことを考え、新橋に芸能者のようなものを作ってその座長に、 里家を据え、島から踊り子を呼び寄せ、赤坂、新橋といった下流会を中心に、島の歌を披露させた。1941年、太平洋戦争が始まり、島に戻り数年間を過ごす。この頃、もう一人の師である、柳瀬朝太郎に、大島の古歌を習う。衆議の席での大歌を厳しく教えられた。1945年、大島で終戦を迎える。 1946年、太郎を幼女とし、養子縁組をする。12日会の源となる島の若い種たちとの踊りの関わり持ったのもこの頃。戦後の祭りはこういう若い種によって始められた。1947年、東京へ上京。1948年、NHK が東京と大島と伊豆との三元放送を行った際、大島から大島座時の 大島説を紹介した。その時のアナウンサーが大島のお里木さんですと紹介した。これが大島里木の芸名の由来である。それまでは本名の大久保里木だった。1949年松本幸四郎襲名披露に招待される。レコード各社で吹き込みをする。1950年日本橋浜城で料亭力本を経営。 ここで歌を教えながら、約一年をかけて、東京で大島民謡の基盤を固めた。1951年、NHK の民謡を訪ねてに出演。その時に出会った、三味線の藤本秀夫が伴奏をつけ、放送したのが、今日の大島説の形である。それまでの大島説や、あんこ節の伴奏は、手拍子か、元町の芸者、 オテルがつけた足らいの三味線くらいであった。それから間もなく、コロンビアレコードで大島ザトの歌が、レコード化され、全国に、大島の二大民謡と大島ザトの名を広める。1952年、日劇で一丸と共演。1953年、大島五人家大庫創立。特色は拝み打ち、女大子である。1954年、ラジオ東京に出演。 1958年、ビクターより、遠坂法医、テテホに曲入りの SP 版が出る。1959年、レンジ子を踊る。1960年、新橋演舞場、新波公演、南の島のみ毎民謡指導を移植され、舞台にも上がる。1961年、2月3日、水天宮節便会に招かれる。1962年、日本テレビ出演。 キングレコード発売の日本代表民謡集に大島説を吹き込む。1964年、ビクターより、暗骨椿のレコードが出る。1965年、10月15日、第13回東京都社会福祉大会において、社会福祉に貢献した功績を認められ、表彰状を受賞する。1965年、1月10日、元町で大島大火が起きる。 1967年11月23日祈祷。民謡と観光地、大島を広く全国に宣伝した功績を称えて、石井祭り町長より感謝状を授与される。1969年、東京生活を切り上げ、郷里大島に戻り、旅館、立木元を営む。その傍ら、島の子供たち、主に高校生らに踊りや個人課大校を教え、保存。 伝承に力を入れる。その後も、各方面で地道な活動を続け、大島郷土文化の発展と承継に力を注いだ。1971年、7月19日、NHK 芸能百選、伊豆の島々に出演。1972年、東京都立大島高等学校に大島座時が、創始した、大島五人化太鼓愛好会が誕生する。十一月、 コロンビアレコードより、伊豆大島の歌を発表。1973年5月6日、東京都中央区総合体育館にて、民族芸能文化連盟東京大会に出演。財団法人日本民謡協会より、民謡功労賞を受賞。7月2日、大島の観光発展に協力と、椿祭りへの貢献したことに対して、大島観光協会より感謝状をもらう。 11月16日、東京単位区間にて、第24回民謡、民埋全国大会に出演。1974年、3月31日、大島町立第一中学校単位区間にて、NHK ラジオ、民謡を訪ねてに出演。8月30日、佐藤樹が育てた高校生の五人課題子が、初めて東京に進出。 東横ホール名委員会に出演し、トロフィーを獲得。1975年、日本民謡協会の名誉会員となる。1976年、ビクターより、大島アメウリ歌、大島茶ャみ歌のレコードを出す。1977年、葛飾公会堂にて、第8回東京都民族芸能大会に出演。3月5日、民族芸能の保存。 普及に寄与されたとして、東京都知事のみのべりょより表彰状を授与される。キングレコードより、成長ふるさとの民謡、大島説、大島あんこ節が出る。1978年、4月22日、日比谷公会堂にて、第2回日本民謡、舞踊全国大会に出演。1979年、ポリドールレコードより、伊豆、島々の歌を発表。 2月20日、毎日新聞コラム、ふるさとの民謡欄に大島座時、友好や子紹介される。9月14日から15日、国立劇場にて、第31回民族芸能公演、日本の太鼓に、大島高校の五人化太鼓と共に出演。前日には、フジテレビ、小川博士賞に出演する。9月16日、新宿厚生年金大ホールにて、 第3回ポリドール民謡、歌と踊りの祭典に出演。10月10日、NHK、第5回日本民謡の祭典に出演。1980年、4月21日、東京12チャンネル、日本縦断民謡大全集に出演。5月、皇太子、皇太子妃、大島を視察。その時に、大島郷土芸能として、歌を披露。10月1日、 東京都郷土芸能功労省東京都知事より授与される。11月23日、三浦市郷土芸能大会に高校生と共に出演。その後、三浦市の民謡神前法師マダンが力本に寄宿する。12月25日、中山義雄主催、中山世界民族舞踊団によるインド訪問に参加、神前の旅に出発。1981年、 3月3日、NHK、椿の花咲く大島巡りで、旅館、力本より、放送が行われる。3月20日、NHK、民謡あなたに、に出演。1982年、雑誌、民謡文化新年号特集として、大島里切と民謡の保存と伝承に努めてが、掲載。里木は、 東京へ出たりもしましたが、島を愛する気持ちだけは持ち続けてきたつもりです。これからも、古い節島しの歌を大切にして、私だけが持つのではなく、太郎や若い人たちにどんどん伝えて行きたいと思うと語った。1983年3月5日、6日、高等文化センターにて、第14回東京都民族芸能大会に、元町12日会、 大島高校五人化大鼓を率いて出演。3月5日、東京都民族芸能大会にて、民族芸能の保存、普及に寄与した功績として表彰される。10月25日、佐都木の功績を称えて、民謡名人シリーズに、大島佐都木、心の歌が、国立演芸場にて開催される。これが、最後の舞台となった。1984年、 2月26日、第15回東京都民民族芸能大会が、大島町開発総合センターで行われたが、この時には、佐木の姿はなく、高校生のみが出演。この後、愛弟子たちの五人化大鼓は、幾度となく東京の大鼓や、芸能祭に招かれている。1985年、この頃、小中学生による五人化大鼓は、大島佐木の手を離れ、 丸一道場に移った。1986年、大島座城死去。去年77。没後、大島座城の心は、里木本社中と大島五人化太古保存会によって受け継がれている。2000年6月3日、大島五人化太古保存会は、社団法人全日本郷土芸能協会より表彰を受けた。ありがとうございます。